よし。ドロマス。おい、30。おい。ビビ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 ビッチ警察ピッ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 ピー。おい、なんでカバーつけない？これ違反ですね。これ違反ですね。違反ですね。違反ですね。ドロマス。なんで3つ勝負するのにコールしない？して打ち負ける？あ、ごめん。おい、犯罪だぞお前。なんで自分のやることをチームに共有しない？これカバーあったら KO 死んだやん。そしたら4対4なんだよね。自分が勝負するとき、なぜコールをしない？厳しくいくぞ。俺は知り合いだから、ポン。お前ダメだ。あ、ショットショット。はい、これ。ポイント1。味方に自分のすることを伝える。で、味方にカバーしてもらったりサポートしてもらいましょう。あれ、ミッド勝負する。あ、オッケー、俺カバーするってなる可能性あるよ。B プラント狙いたい。オッケー。なんでさ、これ、まあまあいいよ。B プラント狙いたい。オッケー。全然いい。ナイフ来たね。おいよ、クソ。これさ、これさ、もうやばい。ポン、お前、ひよっとるやろ。ひよっとるでしょ。ほら、もう、レイナが顔出してるのに、これ、ポンがここにいるの、カバー明らか遅い。これ、左上のマップを説明すると、レイナがここにいるのに、ジェットが、カバー間に合いません？カバー絶対間に合いません？このポジ。ほら、もう、打ち合ってて死んだらカバーできんよ。これ、マジ、徹底してください。やっぱり見てる感じはカバーの動きがなってないなとは思う。自分も味方も。ほら、これ B のズクも行った方がいい。ちゃんととにかくやっぱボール足りてないね。あとこれ、このスモークあんま意味ないから、やっぱイモータルに上がりたいんだったらスキルの無駄打ちとかも気にした方がいい。すごい、スモーク1個あればこのラウンド勝ったみたいなシチュエーション結構あるから、ここスモーク投げんのちょっとよしといた方がいい。あんま意味ないこのスモーク投げたところで。ヒロシの中いるか。はい、これは一つ知識を皆さんに与えたいと思います。これポンちゃんプリントしたじゃん。これ人数状況が4対5なんです。4対5の時ブリンクするじゃん。これあんまり良くない。なんで良くないかっていうのがすごい難しいんだけど、味方がキルジョイ、アストラ、ソーバジェット、こうなってて、まだシリロンが上がってるのバレてなかったんです。この配置がまああんま良くないけど、こういう時コンタクトファイト、これコンタクトファイトっていうのは相手を見つけたらファイトするっていう意味なんだけど、これブリンクしたら勝負できないんだよね。カバーの人数が足りなかったら相手がカバーし合ったりしたら絶対に負けるじゃん。でこういう時はブリンクインしないで少しずつ少しずつ勝負してった方がいい。こうやってチラッチラッチラッって覗いていって、ここまで覗いたら味方の相場にここを見てもらってて、で今度ここまで行ってガレージを見て、こういうじり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 ラインを上げた方がいい。でそれで打ち合いをした方がいい。もしここでブリンクしたとしても味方って一人しかいないから別にそんなに意味ないんだけど、そう、自分でシェアされてる。これって状況的には人数不利だし自分たちの武器の方が強いから戦いたいんだよね。めちゃめちゃ相手にもうシーロンが上がってるっていうのがバレてたらまあいいんだけど、これまだシーロンが上がっててバレてないよこの状況。巻きにいたけど、ごめん、ちょっとごめん。あそこの巻きをシーロン、今巻きにジェット行ったと思うんだけど、相手のね、ここのジェットをチェックする前にブリンクしたんだよ、ね、ポンちゃんは多分。キロシーの中でこっからブリンクするよ、見てて。ほら今ジェット見えたね、今ジェット見えたね、ポンちゃんの画面。もったいないんだよこれを。もしジェットブリンクしないでここで覗いてワンキル取れたらめちゃめちゃでかい。そしたら人数状況が4対4になって、まあいい試合になる。いい試合っていうかもう順当にいったら勝てる。ここね、死ぬからこのジェット、まあこうなって C が取れますよってなるから、すごいこれは意識した方がいい。ちゃんと有利に勝負したいときは自分の位置ばらす必要ない。まあこういう情報って難しいよね。それこそまあ本当にちょっとダイヤ帯って感じのコーチングにはなるけど、これ意味ないから、意味ないっていうかもったいない。有利にできたのに状況を、自分たちが有利に勝負するためにはああいうところスローで勝負しに行った方が強いよねっていうことです。ナイフ注意、ナイフ注意、ナイフ注意。あー、よし次見ましょう。ナイフ注意って言われてるよね。これポンナイフ利かしてる本当に。あ、惜しい。
正直まあ、よっ、それはうめえ。でも正直なこの構成でできることもあるから難しいよね。あれはジェットのブリンクカバーできないから、うん、どうやってジェット溶かすか考えないといけない。リリートじゃん。でジェット溶かす方法めちゃめちゃいろいろあるんだけど、じゃあこの構成で考えてみようか。一番最初のさ、A ロングオペレーターってみんな分かってるけど強いじゃん。まずレイナ・ソーバ・ジェット・キルジュアステルね。ちなみにこの構成溶かせる、ジェット溶かせる、 A ロングから。これにレイナね。まずジェット溶かす方法はもうめっちゃ簡単。アストラのまあこれかな。リーア投げるだけでももちろんいい。グラビティウェル、オア、スタン。スタンどれだ、これか。この2個か、レイナの目。レイナの目ってオペレーターに対してめちゃめちゃ強いから、こっからなこう投げるとか。離婚もありだよね、離婚も。でも離婚って、俺的にあんま好きじゃない。相手がこの離婚壊してくれる人だったら、離婚壊されたら終わっちゃうし、ジェットもスモークでこの離婚隠せるんだよね。こうやって。そしたら、そのままオペ通されちゃうじゃん、相手のジェットに。ここにジェットいます。こうやってアングル通されちゃうじゃん。で、平面の A ロングってめちゃめちゃ大切なんだよね。はい、こっから座学入ります。こっから座学入ります。これは俺が A ロング溶かす話をしてるんだけど、今なんで A ロングを溶かした方がいいのか、相手これについてなんでかっていうところを話していくね。これすごいこのマップの肝だね。このマップアタッカー側の攻める道が何本あるか考えてみましょう。まずアタッカーが攻める方法、道ですね。これ A ロング1個、 A ショート1個です。これで2個目、 B 側1個です。ガレージが1個です。で、極論言っちゃえばこれガレージを取られるとガレージ窓から B にも行けるんだよね、こうやって。でも今回注目しなくちゃいけないのは人数をどうやって割くかっていう話だから、まあでもこれも全然あるから、まあもう1個だよね。まあ 5.5 個やね。それと C ロング、 C ロングです。これアタッカーが攻める方法が 5.5 個あるんだよね。そう、みんな5個って言ってるけど、でなった時に A ロングを溶かすことによってどうなるか。これ A ロングと A ショートって何が肝かっていうと、ここのエリアなんですよね。ここ今この黒く囲ったとこ、ここに相手がいるかいないかが分かれば、この A ショートと A ロング一人で守れちゃうんだよね。なぜならここの黒い部分に敵がいなかったら相手は A ショートも A ロングも行ってないから。ってなった時にこの A ロングの部分をもし一人で守れた場合、これってこの緑色の部分が消えるんだよ。この緑色の部分をケアしなくていい。なぜなら A ショートに行くためにはここを通らないといけないから。ここを通ってるか通ってないかをチェックすれば A ショートをケアする必要があるかないかっていうのが判断つくんだよね。だから相手っていうのはめちゃめちゃここ覗いてくるんだよね。ってなったら A ロングを覗かせないっていうのがすごく効果的なプレーなんだよ。だからここを溶かす方法っていうのを前例と共通で考えた方がいい。もちろんスモークでもいい。ここにスモークを焚いたら A ショート行ってるか行ってないか分かんないじゃん、このエージェントは。だから A ショートもケアしなきゃいけないよね。だからA ショートにどうやって圧をかけるか、また A ロングにどうやって圧をかけるかっていうところをすごく考えた方がいい、平分においては、ってな感じです。で、これをするとどうなるっていうと、もし逆の場合を考えてみよう。このフェニックスがもし一人で A ロングをホールドできてしまった場合について考えよう。そうなると相手の配置こうなるんだよね。こうなっちゃうんですよね。ここのエリアに相手が4人いることになるんだよ。そうすると、まあ、考えられる配置いくらでもあるけど、ガレージ2とかさ、ガレージ2で B1 人守ってるとか、 C ロング2でガレージ1人守ってるとか、今スキルのことは考えなかったけど、究極ここにタレットがあればガレージを見る人が必要ないからこうなったりするじゃん、まあ、C2B2 だよね。こんなとこ攻めても絶対に勝てないでしょ。カチカチ山なんですよ、本当にありえないくらい勝たんよね。で、もしA ロングの相手を溶かした時について考えましょう。相手は A ショートを見る人がもう一人必要なのでこうなります。ってなったら相手の守りちょっと緩くなるよね。さあ、アイムミッチ8小節3本お願いします。何、アカウント乗っ取られてね。アカウント乗っ取られてる。おかえり、ワインじゃないコーラ。ごめん、コーチングサービス限定ですか。うん、そうだ、見ました。バンされない。バンされない。音楽流れてる。いや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 。
チェック 1,2 フェンネル道に対し愛対し曖昧な回答なんてくだらないし吐いたナイキ Just do it 生かすラッパー誰探したとこ PL 決意がないし中身内心ビビっちまったら最後じゃない What's up ネーム聞いたところでアズマンやっぱ生かして乗れだけしかいねヘッドバンク頭揺らす瞬間がアートとなるのがヒップホップシーン揺らす鼓膜はマグニチュードバービッチカウンター越しにハグニチュートおいしい生かしたやつだぜ間違いなしこのまま続けるのはマジ使うぜウルトよ区内を固めて一発ブレンケンダスモーキーよ取る FB 作った3対4完全にこれトロールなっちまってるの前のせい人のせいにしないし最悪なんだけど配信フィードバック1ラップをやめよう俺ラップのコーチングしてもらうわ今度